共同代表の斉藤です。同じくプネルの共同代表の佐藤です。プネルマネージャーの竹原です。お願いします。プネルディレクターの片寄です。プネルのコンセプトなんですけども、3つの頭文字を取って名付けた名前になってます。ピュア、あとニュー、リバティ、この3つの頭文字を取って、プネルという名前を名付けています。取り組みとしてはちょっとこうサステナブルな取り組みということで、ゴミを減らしたりとか、必要ないものは無駄に使わないとかっていうことを、環境に優しく、お店を作っていくっていう感じになってます。オープンに至った経緯は、佐藤が主軸になってお店を、作るというところで、私も、一緒に、やりたいということの話で、去年ありまして、そこから、ちょっとずつ形にしてたんですけど、一緒に働くメンバーっていうのがすごく大切にしたかったので、同級生で友人である、武田さん誘いつつ、あとはいろんな人たちの中で、佐藤といろいろ話し合いながら決めていって、面接とかもして少しずつメンバーをこう集めていったという形ですね。オープンするまで結構僕たちちょっと長かったんで、本当は物件探しをもう結構半年前にしてたんですけど、なんか最初見つけたところで、なんか大家さんがやっぱりやめますとかで、2番目のところはなんか設備に問題があって契約寸前ダメになっちゃったりとかで、やっとここを契約できたと思ったら、今度はなんか工事の業者さんに途中でなんかいなくなっちゃって、あ、やっぱもうやめますみたいな感じで引き上げられちゃって、で最後仕上げてもらう工事業者さんはなんか職人を手配できなくて、もう保健所の検査のギリギリまでもうちょっといないですみたいな感じだったんで、結構ここにいる人たちで壁とか塗ったりとか、なんか机作ったりとか、 DIY が詰まってる店なんで、結構オープンまではしんどかったなって、今思いますけどね。でも僕はやっぱりブリーチからやるんで、なんかブリーチの塗布とかやり方とか使う薬剤とか、自分の中にやっぱこだわりを持ってやってるんですけど、なんか思ったよりびっくりしたのが、なんかここにいる4人となんか結構近いことをやってたんだなと思って、別々の店じゃないですか、なんか4人は。なんか見てみたら結構同じようなことをやってて、あ、なんか不思議だなと思って。なんかあるよね、すごいわかる。最終地点が似てるというか、テクニック的な話になるんですけど、お客様を、ブリーチとかが僕らは強みでやってるんで、ブリーチ終わりの色だったりとか、最終的なその仕上がりの色っていうのが、大体似てるなっていうのが正直思うところで、それの過程がいろいろ皆さんちょっとこう違うとか、若干材がブリーチ材が違かったり、時間が違かったり、1人で塗るのか2人で塗るのかとか、そういう、こうサロンオペレーションの違いがあるんですけど、最後の最後はお客様は結構似てるのかなっていうふうに思うので、ちゃんと技術統一しなきゃかなって最初オープン前は思ってたんですよね。自分とか佐藤が中心になって一回こう統制というかをした方がいいのかなと思ってたんですけど、そんなこともなく、なんかいい感じにみんなすごい上手にやってくれるし、自分もこう新しく気づけるところ、今までの、経験とはまた別の視点でこういろいろ見れるんで、そういうところもいいなと思ったりして、やっぱりみんな仕事が丁寧で綺麗だなっていうのはありますね。両端3人はすごくお手本になっておりますので、自分でも考えたりしてましたけど、すごいヒントがいっぱい転がってるので楽しいですね。うちの代表2人は特にやっぱブリーチがすごく強いので、僕もブリーチのお客様やってるんですけど、言い方はちょっと良くないんですけど、なんかこう自分の中でこう鉄板のこう薬剤のレシピだったりとか、なんかそういったものがなんとなく構築されてくるんですけど、やっぱりこういった環境でこのメンバーでやれてると、隣で見てたりとか、何の薬剤を使ってるとか、そういうところの共有もすごく、もちろん多いので、いい意味での、挑戦っていうところが日々多くなったなってこの1ヶ月半ぐらい感じるので、それは今後も、僕も含めアシスタントも含めて、なんかそういう、挑戦というか、お客さんにも、そういうどんどん自分の技術が上がってるってことをなんかアピールしやすいなっていうのが、この環境だとかなりあるなと感じているので、すごく、充実していますね。なんかでも絵で見せないっていうのが逆にコンセプトだったりして、
なんか写真とかのイメージとか打ち出しで出していくっていう感じじゃなくて、なんかこう自然に出てきたもので評価してもらえたらいいのと、人がいいなって思ってもらいたいんで、絵の共通のものみたいなのはあえて作らないようにしたんですよ。まあ、でもなんか技術のコンセプトってなると、2人はこうオンラインサロンやってるんで、そういう意味では結構基本に忠実に何でもやっていくっていうのが結構強いかなと思うんですよ、うちの方。だからなんか絵で見せなくて、技術とか人とか、なんかサロンの雰囲気で出していこうっていう感じなんですけど、なんかぼんやりしたところをその技術の基礎的なところで固めていこうみたいな、そういうのがすごく特徴的なお店かなと思います。4人の共通点みたいなところでお話ししていくと、一応みんな厳しいお店で育ってはいるんですけど、あのガツガツしてなくて、いい意味で体育会系じゃないなっていう、穏やかだったりとか優しかったりとか、でもなんか合理的だったりとか、あのちょっとオタク気質だったりとか、なんかその新しい感覚というか、そういう感じで働いてる人が、まあ、アシスタントも含めて多いのかなと思うんですよね。こう全員接しやすいと思うんですよね。例えば新しい子が入ってきてもなんか馴染みやすかったりとか、お客様もちょっと緊張して入ってくるけど、みんな穏やかですねみたいな、まあ、多分みんな田舎で育ってる人が多分多いのかなと思うんですけど、なんかそういうのも関係するかもしれないんですけど、だからそういうアットホームな感じを、まあ、あの全体で出していきたいなっていうのは、ちょっとお店を作りながら今ちょっと考えてるところですね。ただ働いてもらうとか、働くことが大変とか、まあ、そういうふうなこう印象っていうのはもうやはりこう時代とそぐわない面も出てると思うので、まあ、本人たちの自由さとか、まあ、そういったところもこう大事にしつつやりたいなって思うのと、僕ら4人男性なんですけど、女性スタッフもまあいまして、なんか逆に、まあ、アシスタントも含めて逆に僕らがちょっとこう指導されるみたいな時が、後輩から指導されるみたいな時が結構多くて、特にこの辺注意されるというか、何やってんですか真夏さんみたいな言われてね、そういうことがあの多いんで、まあ、そのしっかりしてないのかなって、まあ、自分たちも思ったりするんですけど、まあ、それがまあ相手にとって、まあ、ある意味、まあ、その厳しすぎる環境ではないっていうのも、まあ、一ついいのかなと思ったりもするので、まあ、その辺はちょっとあのこちらのお二人は割としっかりしてるお二人なんで、少しの補ってもらいつつ、はい、あ、そうですね、セミナーとかそういうのは、すみません、それもこうサロンスタッフ教育とはまたちょっと別なんですけど、他のお店に、ブリーチちょっと強化したいっていうお店のメンバーとかに、実際にセミナーしに行ったりとか、まずはそのオンライン上でやっている教育っていうのも、今はこうかなり業界的にもかなりこう盛り上がってる状態なんで、まあ、そこからさらに何ていうんですか、もう一個上というか一つの店舗みたいなのを設けて、まあ、そういうところで教育ありきの、まあ、そういう形みたいなのを今ちょっと構想している段階で、まあ、そういった感じで発展的に、対外的にはそういうところが僕は結構仕事させてもらってる面もあるんで、まあ、そういうところの延長で、店舗的にも、やっていきたいなっていうのはあるんで、またちょっとプネルとはあの少しコンセプトも変わるんですけど、まあ、そういうのも構想して、教育っていうのをもっと日本全体的にこう上げたいなっていうのが あります。斉藤君と佐藤君は、まあ、専門から一緒でしたけど、僕が記憶してる限りは起こったところを見たことがないっていうのがあるので、どこが沸点なのかは分かんないですけど軽くに関してもすごい何でも決めてくれるので真面目な感じだとは見えると思うんですけど、合間とか営業終わりとかになるとなかなか面白いことをしてくれるのでみんなそういう感じでやっております。やっぱりすごく3人とも、まあ、さっきから言うんですけど、皆さん穏やかで広い懐を借りてじゃないですけど、もう僕はすごくのびのびやらせてもらってるので、かなり寛容な部分だったりとか助かってますね、周りの。今後入ってくれたら、まあ、よりお店のこう活気じゃないですけど新たな刺激になっていいんじゃないかなっていうふうには。2つ方向があって、スタイリストへの、まあ、教育というか共有みたいなのと、まあ、アシスタントの教育と別なのかなって考えて。